はい、ありがとうございます。はい、先ほどまでは下浦さんの国際協力に興味を持ったきっかけから JICA 海外協力隊に応募されたまでっていうところをお話をお伺いしたんですけど、はい、ちょっとここからは日系ボランティアとしてブラジルで何されてたのかっていうところをお聞きしたいなと思ってまして、実際ブラジルでどういうことされてらっしゃったんですか？はい、ブラジルでは現地にある日系社会に入るんですけれども、はい、その中で作られてる日本人会っていうのがありまして、その地域で暮らしてる日系人の方が、はい、私が行ったところで50家庭ぐらいいらっしゃったかもしれないんですけれども。ちなみに1家庭何人いますか？1家庭5、6人いたりとかするので結構な人数です。でも私が行ったところはブラジルの中でもそんなに大きくはない日系人社会だったんですけど、そこが運営してる日系の日本語学校で活動してました。なるほど。じゃあ実際そこの学校で働かれている先生はブラジルの方ですか？ブラジルの方なんですけど、あの日系の1世の方と2世の方がお母様と娘さんなんですけど、そうなんですね、が教えてらっしゃって、はいはいはい、その方たちの教育面での指導のレベルアップとかを私の方がこう見て。そうなんですね。はい、実際そこの学校で学ばれている生徒さんはブラジルの方ですか？ブラジルの方ですね。日系の方もいらっしゃいますし非日系の方もいらっしゃいます。なるほどですね。はい、そういった方ってどういうことを目的にその学校に入られるんですか？はい、日系の方たちは、日系の子供たちですね、特にはあの1世2世のおじいちゃんおばあちゃんたちと日本語で話したい、家庭の中で。はい、3世4世になってくると、はい、日本語が話せない子も中にはいて、1世2世のおばあちゃんたちがなんか日本語喋ってるから、日本語ってなんだろう、自分も喋れるようになるのかなって思った子が習いに来てたりとか、はい、あとはそもそも日本文化が好きとか、日本のアニメとかやっぱ漫画とかが向こうでもやっぱ流行ってるので、はいはいはい、興味を持って勉強したいっていう子も、はい、あ、そういうことなんですね。はい、ちょっともう一点お聞きしたいんですけど、はい、ブラジルってポルトガル語ですよね？ポルトガル語ですね。で、はい、ポルトガル語で日本語を教えてたわけではないですか？ではないです。日本語で日本語を教えてます。なるほど。じゃあもともと日本語学校で直接教授法っていう方法で日本語を教えてた通りで、はいはい、ブラジルでも同じ方法でやっていたと。教えてましたというのも、現地の先生方がそういう教え方をしていたので。あ、すごいですね。それに習ってというか、その教え方でやるのであればということでそうしてましたね。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと具体的なお話は後からもう少し話させてください。はい、ちょっと視点を変えてお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、ブラジルってすごく僕のイメージだと暑い国なんだなっていうイメージがあるんですけど、はい、住みやすい場所なんですかね？住みやすい場所かと言われると、はい、自然環境的にはちょっと厳しいかもしれないです。それ暑いってことですか？ブラジルは北から南にあるんですけど、はい、私が行ったところは南の州だったので、はい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 、しかも赤道より南半球に位置してるので四季があります。日本と逆の季節ですね。で、私がいたところは零下まで下がったりしました。全然イメージわからなかったです。やばい、ブラジルって全然知らないですね。で、ある朝起きてみたら、はい、外が霜が降りてて真っ白くなっていて、水道管とかが凍ってしまって水が出ないっていう状態。はい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 、ただやっぱりブラジルは暑い季節の方が長いので、家が暑い時用にできてるレンガ作りなんですよ。はい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 、なので冬はめちゃくちゃ寒いです。暖房器具とかそういうのもあんまり整ってないので、毛布とかを何重にもして家の中でブーってしながらいるとか。全然イメージ違いました。なんか僕中南米のイメージってすごく暑い国なのかなって思ってたんですけど、はいはいはい、ブラジルでも北部は年がら年中暑いんですけど、はいはいはい、南部は寒い時期があって、はい、下手すると本当に寒すぎて最近だと牛が何頭も凍死してしまったっていうニュースをすごい最近は耳にするようになりました。いやびっくりするわ。そうなんですね。そうなんです。あんまりイメージないかと思うんですけど。全然イメージなかったです。私が行ったとこ盆地だったので夏がめちゃくちゃ暑かったんです。40度超すぐらいの気温になって、はい、車のボンネットの上で生卵割ったら目玉焼きになるっていう極端な。そっか、そういう暑いだけの国で住みやすい国もあるけど、はい、一方で下浦さんがいらっしゃったところはすごく四季があって大変だったってことですね。そうですね。なるほど。はい、実際そこに住まれてた時の環境は全然大丈夫でした？はい、環境は、はい、大丈夫ですね。アパートだったんですけど、はい、治安がいいかといえばそうではないですけど、はい、別に住みやすい、はい、環境ではありました。なるほど。はい、今治安ってきたんでブラジルにいらっしゃって危険なこととかなかったですか？はい、ありましたね。危険というかちょっと怖いというか、はい、長距離バスを使って移動することがあったんですけど、はいはい、であんまり JICA からは長距離バスは危ないので使うなとは言われてるんですね。やっぱり長距離バスに乗る方たちで低所得な方たちが乗ったりするので、はいはいはい、かつ私がいた町
がですね、パラグアイとアルゼンチンの三国国境地点の町だったんですよ。国境付近ってやっぱり危ないんです ね。いろんな方が握ってきたりとかしてるので、はい、でその長距離バスの中でちょっと怪しい人が乗ってきたとか現地の方は分かるんですよ、はい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 、で親切な日系の方がちょうどバスに一緒に乗ってて、はい、その方が先生ちょっと今ちょっと怪しい人乗ってきたから、はい、気をつけた方がいいよって言われて、はい、バスの中こう深夜移動するんですけど荷物とかを自分で抱えて持って寝られないんですよ、はい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 、怖いから。であと麻薬捜査とか検問っていうかをしてるんですね長距離バスの途中で、うん、で州警察の人がすごい銃を持って乗り込んできて、はい、バスの中点検したりとか、はい、マジ、はい、私は会いませんでしたけど同じ同期の隊員が全員バスから降ろされて、はい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 、途中盗賊みたいなのに会って、はい、全部取られたっていう人もいたり、はい、いやもうその後みんなバス乗ったらもうこんなんでしょうねいやそれはちょっと経験しなくてよかったですけどでも聞くだけでもちょっと怖い。なるほど、はい、ありがとうございます。そういった危険なところもありつつ、はい、まあ、活動されていくわけですよね、はい、実際活動されていく間ってどんなことされてらっしゃったんですか、はい、午前中はみんな普通の一般の学校に行ってるので日本語学校の授業はないんですけどその時間帯に現地の先生たちに教え方のレベルアップのためのミーティングを開いたりとか、はいはい、あとは教材を作ってみたりとか、はい、あと自分も午後から授業を持っていたので授業の準備をしたりとか、はい、あと教材作りですね。やっぱり残せる教材作りっていうのをしたいなと思って私がいなくなってからでも現地の先生が使えたり、うんうんうん、次の隊員が使えたりするものを残したいなと思って、はいはいはい、そういうのをこう作ったりとかはしてましたね、はい、実際じゃあずっと持続して使える教材ってざっくりどんな感じなんですかね、はい、教材が明らかに不足してるんですよ ね。 あ、そうなんですね。日本にいたら日本語教育のための教材例えば絵カードだったりとか専門的に使う道具もあるんですけどそういうものが向こうにはないので、はい、それに似たような形で現地でも使えるようなものを作ってみたりとかしてましたね。そうか、なるほど。手作りですよ。でも本当にでも日本であるものを現地で手作りで作るってなったら、はい、そこのノウハウが分かればもうそれなくしちゃってもまた作れますもんね、はい、また作れますしね。確かにそういったところでも継続っていうところですね。そうですね、うんうん、逆に向こうで作ったからこそ愛着が湧いて、はいはいはい、先生方もあこれあの時作ったしあこれ使おうとか確かにちょっとそういう教材に対する愛着もあり、はい、そういうこともありますよね。大切に使っていくっていうなるほど、ありがとうございます、はい、その2年間は下浦さんにとって良かったですか。いや本当に良かったです。そこでガラリというか自分が大きくなったような気がします。なるほど。じゃあ日本語教師としてもっと活躍したいなと思ってる人たちには、はい、おすすめしますか。おすすめします。ただ両方を知っててほしいです。日本における日本語教育と、ね、海外における日本語教育両方経験されるといいと思います、はい、なるほど。やっぱりアプローチも違うし、はい、考え方も違うし、そうですね、仕方も違うから、はい、両方学んでやっておくと、はい、もっと日本語教師としてのキャリアというか、はい、経験が積めるよって話ですね。経験積めますしさらにあの道が開けると思います、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあその2年間を受けて、はい、下浦さんは今後どういうキャリアを進もうって思いました。ですね、活動が終わった後はこのまま日本語教師を続けてもいいとは思ったんですけど、はい、でも日本語教師ってよく考えるといつでもできるなって思ったんですね、うんうんうん、このまま続けていくのもいいし年を取ってから引退後でも日本でもまあ海外でもできるし、今何が言いたいかなと思ったら自分がブラジルに行って外国人になったわけですよね、はい、でその経験を今度日本で外国人としている方たちに何か役立てられないかなと思って、はいはいはい、日本にいる外国人の方の支援に携わるような仕事、うんうんうん、かつ日本語の言葉の面じゃなくてこう生活に関わるようなところで何か支援ができないかなと思って、はい、そういう仕事をと思い帰ってきてからそういう仕事を選びました、はい、そうなんですね。実際そこのお仕事ってどこに所属されたんですか。はい、ですね、あの青年海外協力協会っていうジョカーというんですけれども協力隊出身者の人がほぼ職員の協会なんですけれども、はい、そこの職員となって神奈川県の公共施設なんですけど、はい、そこがあのジョカーが指定管理者として運営しているところがあってそこがアースプラザというんですけど、はい、そこに所属してそこの施設自体は神奈川県で国際理解とか異文化交流とか、はい、そういうのを目的として建てられた施設なんですけど、そこに所属して私は多文化共生に関わる担当部署にいて、はいはい、外国人支援の方を担当してました。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ次の動画で日系ボランティアを終えた後ですね、はい、何をされてたのかっていうところをお伺いできればなと思ってます、はい、
じゃあぜひこの動画を見て面白いなと思った方はぜひグッドボタンと、はい、はい、これですね、はい、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。